2000年6月。2000年6月、20年前。20年前の。大体やけどな。重い、意外と重いやん。まさき向こう側に一回行ってもらって。はい。うん。これ外しちゃうんすね。とりあえずは大丈夫。いいですか。うん。もう奥から詰めていく感じですか。うん。それ壁ベタで。はい、その辺に一回。で、こっち側に資材にしようか。こっち側にしたら。うん。はい。だけど一番大きいのは多分取り出せれることなんで。ここに仕切り系に手前に、うん、それを壁ベタにしている。俺8かと思った。これどういうことやろ。増幅してるだけ。おもろ。ショート動画になるのか何も。まあ一旦これも中出して整理しつつや、整理がちょうどできるよな。ちょっとこれでそれをやった気がするのにもう散らかっとるって。もったいないけどなー。捨てちゃおうか。捨てちゃいましょう。俺のトンボ。さよなら。効果はありませんでした。書かれてはいるけどね。あ、そうか。もともと蚊のやつですね。蚊の100これめっちゃ可愛いやん。ほんとだ。朝のコーヒーとかレッドこれめっちゃいいね。上じゃねこれ。こ
これこそメルカリじゃない？あれこれでも蓋違うか。あ、こうする。うん、これとかも、うん、めっちゃいい。レトロ。うん、やった。鍋意外といいやつあるんだ。ほんとだ。パパ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 。漏れなく重いんだよ。どういきますか。俺の足の踏み場がない。電池燃えないゴミ。あ、キメラ。キメラ、うちらの可愛い。懐かしい。チップとデール。今日の残された時間の限界がこちらです。こちらです。どういう、これ、わかるのかな。ビーフカレー食べてみたかんや。うわ、え、缶なんて無限なんでさっき。缶なんて無限でしょ。賞味期限、缶蓋に記載ってるか。これはね、2000年6月。2000年6月、20年前。20年前の。YouTuber ですよ、うちら。開けてみて、煮込んでは見ていたいですよね。そう。それがあれば長物全部立てれる気がするな。
おお、すげえ、これはもう作業できる。壊すの大丈夫。